皆さんこんにちは。お笑い芸人の今来るよさんが27日膵がんのため大阪市内の病院で亡くなった。28日所属事務所の吉本興業が発表した。1970年に高校の同級生だった今行代さんと共に女性漫才師の今北大さんに弟子入り、73年女性漫才コンビ今行代くるよを結成した。男性中心の漫才界でお互いの体型や派手なファッションなどをネタにし、体を張ったギャグや軽妙な掛け合いで人気を集め、80年代の漫才ブームに乗って一世を風靡した。1984年情報漫才大賞の大賞など多くの賞を受賞し、女流漫才のパイオニアとしてテレビや舞台などで活躍、長年にわたって幅広い人気を集めた。来るよさんはドヤさんのキャッチフレーズでもおなじみだった。行くよさんは2015年5月28日に胃がんのため亡くなっており、訃報からちょうど9年で来るよさんの訃報も伝えられる形となった。コンビ時代の受賞としては、情報を笑い大賞第10回、1981、金賞、花王名人大賞第2回、1982、最優秀新人賞を筆頭に、情報漫才大賞第19回、1984、大賞、昨夜この花賞第2回、1984、大衆芸能、漫才、情報を笑い大賞、第15回1986大賞などがある。2022年4月に行われた吉本興業の特別公演伝説の1日に出演した際には、感極まってます、ほんまに久しぶりやから、お客さんもいいお客さんやったね、ほんまにドヤさやったわ、ドヤさとのコメントを寄せていた。漫才コンビ今行くよくるよで1980年代の漫才ブームを牽引した今来るよさんが膵がんのため27日大阪市内の病院で死去した。京都市出身。通夜は30日午後7時、葬儀・告別式は31日午後1時、公益社天神橋会館大阪市北区で営む。お別れ会の予定は現在のところないという。1970年に夫婦漫才島田博之会今北大の今北大さんに弟子入りし、その後高校時代の同級生で同じソフトボール部だった今行くよさんと今行くよくるよを結成。細身で濃いめのメイクとつけまつげがトレードマークの行くよさんと、ふくよかな体型に派手な衣装の来るよさんは強いインパクトで笑いを呼び込み、1980年代の漫才ブームを支えた。女性同士の漫才コンビの草分け的存在としても活躍。女性同士の珍しいコンビに当時はオーディションでも罵声が飛んできたという。そんな中で2人で励まし合いながら芸の道を進んだ。行くよさんは2014年に胃がんが見つかった。来るよさんは闘病する行くよさんを献身的にサポートし、行くよさんはステージに立ち続けた。行くよさんが亡くなった後、来るよさんの憔悴ぶりを多くの後輩芸人が心配した。行くよさんが亡くなったのは2015年5月28日。仲良しコンビは1日違いで他界。発表が行くよさんの命日となった。ネット上でも来るよさんの訃報発表日が28日だったこともあり、同じ日にと忍ぶ声が相次いだ。綺麗でスリムな行くよさんと、ふくよかで明るい来るよさん、ある時から華やかな衣装になり、どんどん売れていかれたように思います。テンポがよく息の合ったコンビでした。行くよさんがまくし立てて話すと、来るよさんが青筋立ててとか、厚化粧が崩れるとかいうようなツッコミをして、行くよさんは来るよさんの体型に関したオチで反撃する笑いでした。今ならパワハラになるのかな、笑かしてなんぼの漫才、子供の私も笑ってました。今来るよさん2024年5月27日膵がんのため大阪市内の病院で亡くなられました。
享年76歳でした。5月28日、所属の吉本興業から発表がありました。大変残念ですね。なんと相方の今郁代さんは2015年5月28日に胃がんで亡くなってます。偶然とはいえ、一日違いだなんて、こんなことあるんですね。驚きです。来る予算は膵がんだったんですね。来月には77歳のお誕生日がやってくるはずだったのに、もう少し長生きしていただきたかったですね。ご本人が一番無念かもしれませんね。最後にお姿を見た時は、車椅子で登場されて痩せられてましたが、明るい来る予算の表情だったので、復活を願っていました。ご本人も闘病中、舞台復帰を目指して頑張ってらっしゃったのかもしれませんね。郁代さんが亡くなられた後は、ユニットを組んだこともある中川家ら、後輩の活躍を楽しみに過ごしてらっしゃったそうです。また吉本興業の方から、今来る予算の詳細について発表があるかもしれませんね。明るく周りを元気にする今来る予算の漫才は、子供から大人まで文句なしに楽しめる漫才でした。本当に残念です。子供の頃から親しみ、一世を風靡した昭和のベテラン漫才コンビがまた一つ消えてしまいました。今来る予算、お疲れ様でした。私たちに、楽しい漫才をありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします。漫才の相方だった今郁代さんが2015年に亡くなって以来、ピン芸人として活動していました。2009年9月22日の大阪難波グランド花月で、舞台出演中に倒れました。不整脈が原因だったそうで、冠動脈バイパス手術を受けた結果、ふくよかな体型から約5キログラムも痩せてしまいました。約3ヶ月間の休養後、同年12月2日の大阪・京橋・花月にて舞台復帰を果たしています。最近の活動としては、昨年、車椅子に乗って吉本新喜劇に出演し、約3年ぶりの舞台出演を果たしました。今年は、第26回情報演芸の殿堂入り名人として、今行くよ来るよが表彰されました。代理人の方が来る予算のメッセージ、天国の郁代ちゃんもきっと喜んでくれているを代読されています。最近は痩せられて、車椅子に乗ってらっしゃるせいか、小さくなった感じにお見受けします。昨年の舞台の写真を見ると、黄色い衣装が映えて、お元気そうな笑顔でした。京都明徳高等学校、当時は明徳商業高等学校時代、二人ともソフトボール部に所属していました。郁代さんがセンター、キャプテン、来る予算はマネージャー、当初キャッチャーでした。3年生の時、全国大会で準優勝しています。1970年 OL を辞めて、島田洋介、今来ますように弟子入りして漫才の道へ進むことになりました。どちらが誘ったのか？わかりませんが、お仕事辞めて一緒に漫才師になるって、単なる思いつきでは難しいと思うので、学生時代から仲良しだったんでしょうね。ソフトボール部で全国大会で準優勝されてるって、すごいチームワークが良かったんですね。郁代さんの喋りが達者で、早口で流れるように話されます。頭が切れるしっかり者の郁代キャプテンをがっちりと受け止めるマネージャーの、来る予算という関係性も漫才を見てると納得です。辛い練習にも耐えてこられたんでしょうね。部活動で培った根性や努力は、売れない時代に諦めずコツコツと漫才を精進する礎となったのですね。その後の情報漫才大賞など数々の受賞も、お二人の漫才が多くの人々に愛された証ですね。今年の情報演芸の殿堂入り名人の表彰式に代理人が出席されてるところを見ると、長時間のお仕事に復帰されるのは今のところ難しいのかもしれませんね。体調や季節にもよるのでしょうが、調子のいい時には昨年の舞台出演のようにお顔を拝見できる可能性もあるかもしれませんね。
コロナが完全収束したわけではないので、体調の管理等以前よりも気をつけてらっしゃるのかもしれませんね。日頃の生活が車椅子だとすると、なかなかテレビや舞台に出演するのが難しいのかもしれませんね。明るいくるよさんの笑顔と元気が出るどやさをまた拝見したいです。漫才師今くるよさんが27日膵がんのため大阪市内の病院で亡くなった。所属の吉本興業が28日発表した。くるよさんは京都市出身。1970年に今来ますよに弟子入りし、その後高校時代の同級生で同じソフトボール部だった今行くよさんと今行くよくるよを結成。細身で濃いめのメイクとつけまつげがトレードマークの行くよと、ふくよかな体で派手な衣装のくるよがお互いのルックスやファッションなどをネタに体を張った軽妙な掛け合いを展開。女性コンビの先駆的存在だった。後輩思いで知られ、舞台衣装の靴やスーツをプレゼントしたり、食事をご馳走したりするなどし、大勢の仲間から慕われ、お腹をポンと叩く仕草、両手を顔の前で交互に前後して、どやさの決め台詞。後輩芸人にもいじられ、愛されてきた。1981年、情報を笑い大賞、金賞、82年、花王名人大賞、最優秀新人賞、84年、情報漫才大賞など、受賞多数。情報演芸の発展へ大きく貢献し、23年には今行くよくるよとして、第26回情報演芸の殿堂入りを果たした。行くよさんが亡くなった後は、女性芸人のイベントプロデュースや、ユニットを組んだこともある中川家ら後輩の活躍を見守りつつ、22年4月、大阪なんばグランド花月で開催された吉本興業創業110周年特別公演伝説の一日に出演したのが最後の舞台になった。通夜は5月30日午後7時、葬儀告別式は31日午後1時、大阪市北区天神橋 4-6-42 公益社天神橋会館で行われる。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。